ジャチント・ファッケッティジャチント・ファッケッティは、イタリアトレビー・リオ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションは DF。イタリア代表として、ワールドカップに3回、欧州選手権に1回出場。1968年の UEFA、欧州選手権1968では、優勝。1970FIFA ワールドカップでは、準優勝に貢献。 代表出場試合数94は D のゾフに更新されるまで歴代1位。代表でのキャプテンとしての出場数70試合はパオロ・マルディーニに更新されるまで歴代1位であった。インテルでの出場試合数634は当時、今後誰も超えることのできない記録と言われたが、ミスター・インテルと呼ばれるジュゼッペ・ベルゴミ、アルゼンチン人ながらベルゴミ引退後、15年。 インテルのキャプテンを務めたハビエル・サネッティの二人が更新している。また、ディフェンダーながら75ゴールを記録している。クラブレベルでは、グランデインテルの一人としてチャンピオンズカップに連覇をはじめ、リーグ9回、コッパイタリア1回、インターコンチネンタルカップ2回の優勝を経験している。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で90位に、 選出された。2004年1月からインテルの会長職に就いていたが、2006年9月4日、肝臓癌のためミラノで死去。インテルは彼が選手時代に使用していた背番号3を永久欠番とすることを決めた。また、イタリアのユースリーグに彼の名前を冠して、ジャチント・ファッケッティ・トロフィーと呼ぶこととなった。ありがとうございます。